雑居ビルの階。今からもう14年くらい前の中学2年の時の話です。日曜日に仲のいい友人たちと3人で映画を見に行こうという話になりました。友人たちを仮に A と B とします。私の住んでいる町は小さくて、映画がある町まで出るということは田舎の中学生の私たちにとって大きなイベントでした。土曜の夜、ウキウキしながら家にいると B から電話がありました。ごめん、明日バイオリンのレッスンがあったんだった。ちょうど映画が終わるくらいの時間にレッスンも終わるから、〇〇町、映画館がある町の名前の駅の改札あたりで待ち合わせしようという内容でした。B は結構なお坊ちゃんだったので、バイオリンを習っていたのです。三人揃って、楽しく大きな街で映画を見られると思っていたので、少しがっかりしましたが、映画の後に三人揃って遊べばいいやと、気を取り直して、その日は床に着きました。そんなわけで翌日、僕と A、二人で映画を見に行きました。映画を見終わって二人で面白かったねと話しながら駅に向かおうとしたとき、A が、ねえねえ、このビルの3階まで上がれば駅へ続く歩道橋があるよ、と言いました。そこは大きな街だったので、駅前から複数のデパート等へと続く歩道橋が3階くらいの高さで広がっていました。私も信号につかまりながら歩くよりはいいなと思い、映画館の横にあるビルに入りました。そのビルは小さな雑貨店がたくさん入っている雑居ビルでした。私たちは階段を見つけ、1階から登っていきました。3階まで着くと、店側に入る扉がありませんでした。きっとそのフロアは倉庫か何かになっていて、この階段からは一般の人が入れないようになっているのだと思い、私がやっぱり一階に戻って普通に歩いていこうかと言うと、 A はいや、登ってみよう。4階からお店側に入れるかもしれないから、そしたら別の階段から3階に降りればいいよ、と言いました。しかし4階に登っても扉はありませんでした。さらに5階へと進みました。しかし扉はありません。だんだん私たちも意地になって、どんどん階段を登っていきました。10階くらいまで登ったでしょうか。私は少しおかしなことに気づきました。外からこのビルを見たときは、10階もなかったような気がしたのです。しかし A はもっと行くぞと張り切って進んでいきます。私たちは階段をどんどん登っていきました。20階くらいまで来て、私は完全におかしいと思いました。階段もなぜか古臭く、ジメジメした感じになっていました。ゲームのバイオハザードに出てくる苔むした嫌な階段みたいな感じです。私はこの時点でかなり怖くなっていたので、A に向かって、ねえ、もう引き返そうよ。絶対変だよ、これ。と言うと、先を行く A は私に背中を向けたまま、ははは、変だね。と言います。何をふざけているんだと少し気分を悪くした私は、何笑ってんだよ、帰ろうって言ってるんだよ、と少し語気を荒めました。すると A はまた、あははは、変だね、と言います。私はその A の言葉にさらにムッとしましたが、階段を登っていく A の姿が、少しおかしいことに気づきました。姿形はもちろん A なのですが、動作の一つ一つがおかしいのです。
確かに階段を上がる動作なのですが、何かこう、人間が人形を手で動かしているようなぎこちない動きでした。右手、左手、右足、左足、それぞれが独立して動いているような、ともかく変な動きでした。私は足がすくんで、その場で立ち止まりました。すると A が立ち止まり、くるっと私の方へ振り返りました。変だね。変だね。と笑う A の顔を見て、私は叫び声を上げました。動作と同じく顔の表情もぎこちなく笑う A の顔。何より白目がなくなって眼球いっぱいに広がった黒目が私に叫び声を上げさせました。私はきびすを返し全速力で階段を駆け下りました。途中足がもつれて転びそうになりましたが、それでも無我夢中で駆けました。気づくと雑居ビルの1階にある薬屋さんにいました。どうやって階段から出たか、その時の記憶はないのですが、パニックになってた私は後ろを振り返らずに駅まで走りました。駅の改札に着くと B が待ってました。B は、遅い。映画が終わってから1時間も経ってるぞ、と怒っていましたが、A がいないのに気づくと、A はどうした？と聞いてきました。私はこのまま外にいると、A が後ろからあの奇妙な動きで追ってくるような恐怖に襲われ、とりあえず B を促して、駅の中にあるファーストフード店に入りました。とりあえず私は、怒ったことを B に話しました。うまく整理できずに話したので、途中 B にもう一度詳しく話せと何度も言われました。最初は B は私がからかっていると思っているような態度でしたが、だんだんと真剣な顔つきになってきました。というのは、B は霊感が少しあるやつで、私たちに起きたことが尋常ではないとピンときたようです。B は、とりあえずそのビルに行ってみよう。と言いました。私は嫌だと言いましたが、A をほっとけないだろうという言葉を聞いて、確かにそうだ。A は何かに疲れたのかもしれないと思い、九段のビルまで行きました。宣告と同じように階段を登ってみると、3階には CD 屋さんへと続く扉がありました。4階に登ってみるとゲームセンターになっていて、そこも普通に入れました。階段はそこで終わり、4階建てのビルでした。私たちは首を横にひねりましたが、その日はとりあえず家に帰ることにしました。明日、もしかしたら A は普通に学校に来るかもしれないと思ったからです。次の日登校すると、A は来ていませんでした。私より10分ほど後に来た B が、顔を青くしながら、今朝変な夢を見たと言いました。その内容とは、A が森の中を泣きながら裸足で歩いており、しきりに悔しい、悔しいと、つぶやいているというものでした。B は、あれは単なる夢じゃないと言いました。でもどうしていいかわからないと B は言いました。それから数日経っても A は帰ってこず、捜索願いが出されました。私と B も警察まで行って、その日のことを聞かれましたが、あの不思議なことは話しませんでした。それから1ヶ月後くらいでしたか、A が発見されました。それも死体で。これは直接家族の方に聞いたわけではないのですが、なぜか私の住んでる町から
100キロ以上離れている隣県の山の中にある神社の境内の横で、カラッカラに干からびて死んでいたそうです。しかも死後1ヶ月は経っていたそうです。当時は A が死んでとてつもなく不快な体験でしたが、日が経つにつれて忘れていきました。この間 B に何年かぶりに会って、あれ何だったんだろうという話になって思い出した体験談です。